そんなオタクの人たちだけが使う難解な言葉をまとめたのが、その名もオタク用語辞典大限界。収録されているのはおよそ1600のオタク用語。もともと大学生がゼミの課題で作ったもので、辞典出版で知られる三省堂から今回出版されることになった。オタク用語辞典大限界に載っている言葉について、秋葉原の人に聞いてみました。何もあるかもしれません。これは分かります。これはアクリルスタンド。大正解です。はい、これ妹に今から買いに行こうかなって思ってたやつ。アニメとかが滑らかに動くのすごいヌルヌル動くって言うと思うんですけど、はい、大正解です。あ、本当ですか。あ、沼るってなんかハマってしまうみたいな、その、うん、鬼リピ。ちょっと難しいですね。高3です、わからない。鬼リピとは、曲や映像を鬼のように何度もリピートして再生すること。